トーマス・フランク・ラステラは、アメリカ合衆国ニュージャージー・シューバーゲン軍、クロスター出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツ所属。アトランタ・ブレーブス時代2011年の MLB ドラフト8巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A 級、ローム・ブレーブスで、プロデビュー。63試合に出場して打率。 328、9本塁打、40打点、2盗塁を記録した。2012年は、A 級リンチバーグヒルキャッツとルーキー級、ガルフコーストリーグブレイブスでプレー。A 級リンチバーグでは85試合に出場して、打率。302、5本塁打、56打点、13盗塁を記録した。2013年は、A 級リンチバーグで7試合に出場後、5月に、 AQ ミシシッピブレーブスへ昇格。81試合に出場して打率。3434本塁打、41打点、7盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属。16試合に出場して打率。291本塁打、10打点、1盗塁を記録した。同リーグが選出する。 トッププロスペクトチームに二塁手として選ばれた。11月にはミルブとトップス社が選出する A 級のオールスターチームに二塁手として選ばれた。2014年はトリプル A 級グーイネットブレイブスで開幕を迎えた。47試合に出場して打率293、1本塁打23打点、1盗塁と結果を残し5月28日に ブレーブスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。8番二塁手で先発起用され4打数に安打だった。シカゴカブス時代2014年11月16日にアローディスビスカイイノとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。2016年1月29日に背番号を2に変更した。 同年は控え内野手として74試合に出場。打率272本塁が11打点という成績を残した。2018年11月29日に金銭、または後日発表選手とのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2020年8月28日にフランクリン・バレトとのトレードでオークランド・アスレチックスへ移籍した。 オフの10月28日に FA となった。2021年2月4日にサンフランシスコジャイアンツと3年総額1875万ドルの契約を結んだ。千9 0に優れ、出塁率の高いのが特徴である。また、左打ちの打者ながら、左投手に強く、2014年は対左打率、311という効率をマークしている。ありがとうございます。